皆さんこんにちは。元気に過ごしておりましたか？大阪のおばちゃん、たこ焼きマリコです。これ気づきました、タコなんですけどね。今日はね、食べ物シリーズでいきたいと思います。なんだかこれいつもね、マットの色みんな注目しててください、紫なんですけど、今日はなんとおにぎりを作りたいと思いまして、リアルにマットを黒にしてみました。まあ何色でもいいんですけども、皆さんもぜひおにぎりを作ってみてください。これはですね、とてもちっちゃいお友達の年齢の人もお友達も親に手伝ってもらいながらね、できますので、ぜひやってみてください。さあ、おにぎりはいろんなものがあるとは思うんですけど、例えばコンビニで買ったおにぎりって海苔がついてるの自分でつけなきゃいけないになりますよね。そんな感じでいきたいと思います。まずは三角おむすびさん作ってペロリで、できるお友達は自分でペロリと思って、こっからが大事なんです。やっぱりおにぎりって脇ピタだと思うんですよね。ね、こう脇でその時にいろいろ工夫しながら、おうおうとか言いながら、よくしょほ、自分でよくしょ取れますかね。こうやってなんとかして脇を持って、はい、おにぎり。そして何おにぎりかをちょっと聞いてみてください。今日マリコさんはタコだからね、タコのおにぎりにしたいかなと思います。で、おむすびコロリンをしたいと思います。これで、あーで、みんな転がってみてください。よいしょ、おむすびコロリン。おー、しまじろうちゃんを踏まないようにコロリン。で、おむすび整えるができたでしょうか。ぜひやってみてください。これね、マット持って転がるっていうのがね、なかなか大変なんですよね。じゃあ中で何か起きてるかわからないと思いますので、一回体が何起きてるかだけ見せたいと思います。では分かりやすくこうしておこうかな。これを横に倒してからゴローリン、横に倒してからよいしょと起きてます。もう一度言いますよ。横に倒れます。そこからコロッと横向きになってからよっこいしょと起きています。それを持ってできるようになるといいです。ちょっと初めから全部は大変かもしれないから、みんな一回横になる、転がる、横になって起きるの練習からしてみましょう。さあ、最後にもう一回です。一度横になる、急いで後ろ向いちゃダメですよ。もう一回横からゴロンとしてから、もう一回横から起きてみるの練習してからやってみると、意外に上手にできるんじゃないかなと思います。じゃあこのまま巻き寿司編もいっちゃいましょうかね。これね、意外に簡単なんですよ。意外に簡単なんだけど、レベルがいろいろあるわけですよ。レベルが簡単なのはね、こうやってね、こうこうですかね、自分でよっこいしょと巻いて、あーあーあーって手を出したまま転がるんですけど、手転がしたままよっこいしょと立って巻き寿司っていう感じなんですよ。ここからレベルが上がるんですよ。巻き戻し、巻き寿司だということで巻き戻しですね。よいしょ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 なんですけど、まだね、手が出てる場合はなんてことはないんですけど、ここから恐ろしいことになっていきますよ。さあ、どう恐ろしくなるかですね。手を入れてやるんですね。これがなかなか大変なんですよ。手を入れて、よいしょ、ほっ、手を入れて転がるんで、すごく体幹がいますね。そこから、起き上がらなければなりません。しまじろうに顔を突っ込まないといけないんで、マリコ考えなければならないです。いろいろ工夫です。スペースが狭ければ自分が回転すればいいわけですよね。そこからほっほっ、あ、取れてしまったと立たなければなりません。これ今思いました。
さすがマンドゥーカ社のプロライト、硬いこれね、ダイソーとかの安いマットだとやりやすいと思うんですけど、これまだプロライトだからいいんですけど、マンドゥーカのプロでね、お子さんと共にやったらね、あまりに立派で何にもなりません。これポイントはね、安いマットでやるのがいいんじゃないかなと思います。巻き戻しですか、もう燃え尽きて無理です。でもお子さんではね、これを見てるお子さんたちは元気だと思いますので、できると思いますので、手を入れたままぐるぐるして、まあ巻き寿司は立たないとねっていう感じだから、それでまた巻き戻しもやってもらったらいいのではないでしょうか。それでは See you!